特別警戒区域にてフリーレンの炎が確認されたとの報告。現地にてプリースト隊と合流、調査任務に当たってください。労働区の爆心地に残された光の残照です。まるで消えない炎のように高い軌道を保ったままくすぶり続ける姿、ファウスト博士がフリーレンの炎と名付けたのです。まだ人体への影響は分かっていません。接触は不安ではありますが、これも十分に気をつけてください。先輩、お待ちしていました。今回ももちろんお供する。あ、言っときますけど、ストーキングしてるわけじゃないっすよ。先輩を慕う私のピュアなハート、それゆえの行為です。ともかく話題変えましょう。先輩、プリースト隊のみんな気の毒ですよね。あの教会から来たっていう司祭さん隊長、自分に甘く部下に厳しくってタイプだったみたいっすね。悪い上司の見本じゃないっすか。最悪。別にね、私だって好きで厳しくしてるわけじゃないんですよ。だけどしょうがないじゃありませんか。忙しくしてないとダメになっちゃう子だっているんですから。うわ、本人降臨。隊員たちが何かしでかさないか見張っててくださいよ。暇になるとすぐ悲観的になっちゃうんだから。まったくもう、悲観的になった人間は簡単に狂気に走っちゃうものですから。隊員たちを見張る？どういうこと？調査任務って聞いてたんだけど、これ…到着したようですね。任務内容を確認します。今回の任務は、フリ周囲の安全を確保し、フリゴブーンを。各隊、聞こえますか？事情が変わりました。しばし待機って珍しいね。合流予定地で光のしもべの反応が多数確認されたプリースト隊との合流地点を調整します。しばしお待ちく。いいえ、合流地点はイグナーツ隊長ですが、この数のしもべは今のプリースト隊には荷が重いかと。そこは隊長判断を優先していただかないと。何もできない、ただちょっと迷ってるだけでしてね。正しさと言いますと。いいえ、こちらの話。いいですね、合流地点はそのままで。じゃ、行きましょうか。出番か。喰らえ。やっ。これはどうだ。とっておきです。手こずったな。無事到着しましたね。さて、イグナーツ隊長、こちらです。よしよし、全員無事ですね。こちらでも合流を確認しました、イグナーツ隊長。いいえ、分かっていただけたなら。それよりも、ご不満があるならどうぞ私におっしゃってください。このように任務に差をつけられては他の隊に負荷、そしてその事実は必ずや本人たちの感ずるところと、自分たちはお荷物だと自信を失っていくのですよ。私はそういう。はい、以後。何の話です？プリスト隊のお給料を上げるよう交渉中ね。まあ、おお、いいな。では全員揃ったところで、これよりフリーレンの炎へ。
出番か。ふっ。下がれ。とっておきです。これはどうだ。でやー。よし。任せてください、どうです。手こずったな。こちらセイディ。状況。こちらイグラーズ。我が隊は順調に、そろそろフリーレンの炎の正確な座標。了解しました。パーシー、そちら。了解。フリーレンの炎まであとちょっと。では行くとしましょうか。あったぞ、消えない炎。美しい。なんて美しいんだ。貧困も病も老いも、それどころか、止める者は貧しきも、病や怪我に倒れた者を排除し、人間はもうおしまいだ。ああ、もう面白いほど闇落ちしちゃってる。やばい予感がする、やばい予感がする。もう人類は終わりだ。やばいっす。この人たちどうすればいいんすか。いいえ、オッケーです。司祭の名において許可します。かわいそうですが、やらなきゃやられます。遠慮なく行きましょう。出番か。ふっと、はっ、ふやっ、とっておきです。くらいなさい。礼を言うぞ。ありがとうございます。どうです。今助けます。くらえ。どうかしら。俺はどうだ。ごめんなさいね。下がれ。くらえ。一つ勝てるみたい。よく勝てたものだ。ご苦労様様です。我がプリースト隊の働きはさ、あとのことは私が。今あーただけに見えている霊場だったもののことはご内密に。やはり見えるんですね。というあーたはあの日、第一の光の中心に。ちょっと、こそこそ話してる場合じゃない。プリースト隊のみんなはどうしちゃったんすか。光への絶望と恐怖に苛まれていた理性が、で、発狂したわけですよ。いずれにせよ、彼らの中に光を。また、なんでみんなそう思うの。その通り。あーた今いい。神がいちいち人間の行いを盗み見て、さ、一体全体どう。そもそもそうなる前に教え道。そらまあそうすけど、神様を底意地の悪い教育ママ的に擬人化するはず。イグナーツ隊長ってさ、今日そういう発言いいんすか。我ら中央教会が信じるのはただ人。予言された世界終焉のその日まで、ただそれだけが中央。こんなに平和ボケしたうちの今日、こんなことしでかしてくれちゃった黒幕は。なんか目がマジなんですけど。これは失礼しました。とこ光関係のものを見つけたら、ファウ得体の知れない新しいものは変態博士に。うんで、その他のややこしい問題、くれぐれもこっちに押し付けないように。では。